今回の僕らの戦国時代はペット大好き武将としても知られる大友宗麟さん、太田資政さん、上杉景勝さんの3人です。景勝さんの家族でもある猿のお話が語られます。いやでもペットっていいよね。場が和やかになりますもんね。うん、実は僕どうした、急に喋り出さないでよ。すいません。ね、実はどうしたの。実は僕、家臣の前では絶対に笑わないと言われてまして。でしょうね。そうですか。意外な話をしようとしたのですが。いや、見たまんまだよ。意外性これっぽちもない。ないですね。何？それ自分で決めてんの？家臣の前で笑わないって。あ、いえ、あ、実際のところ笑ってるんですよね。笑ってるって認識されないんだ。怒ってるって言われます。笑ってんのに。怒ってる時は何て言われるの。怒ってる時は話しかけられないですね。あ、それそうだ、うん、聞いた俺がバカだった、うん、笑ってる時に怒ってるって思われるんだったらね、うん、怒ってたらもう怖すぎて話しかけられないですよ。そんな笑わない僕が一度だけ誰が見ても笑っていると言われたことがありまして。もう海川さんが笑ったらこう伝説みたいになっちゃうんだ。すごいことですよね。あ、気を悪くした、ごめんなさい。今笑ってます。それ笑ってんだ。それはさすがに家臣の皆さんも分かんないわ。笑ってます。そっか、すいませんね。なんかごめんね、せっかくさ、なんか無口な海川君がさ、自分でエピソードトーク喋り出したのに、なんかその度その度話の腰折っちゃって。いえ。で、どんな時に笑ったんですか。あれはいつものように家臣たちとの軍議に向かった時のことでした。軍議ね。ふっと見ると僕が座っているその席にすでに何者かが座っているじゃありませんか。てか海勝くんって階段回しみたいな話口調だよね。しかも僕の席に座っているその何者かは僕よりもその場を盛り上げている。景勝くんがいつも軍議を盛り上げてるとは思えないけどね。ところが僕が入ってきたことに気づいた途端、笑っていたみんなの顔が凍りついたのです。いや、なんかちょっと怖くなってきたんだけど。何があったんだろう。僕の席に座っているその何者かは僕が飼っている猿で、この僕の真似をしてみんなを笑わせていたのです。うわ、さすがにね、景勝くんのモノマネ見て笑ってたら怒られると思うよね。ただ僕は自分のモノマネをされていると気づいていなくて、それを見て普通に笑ってしまいました。おしまい。いやいや、違う自分のモノマネされてるんじゃなかったら何してると思ったの。あ、芝居の作り方から言って半沢直樹とかにそういうキャラクターが出てくるのかなって。猿がそんな大きめのお芝居してたの。いや、あの、僕はあの半沢直樹はちょっと見たことがないので詳しくは分からないんですけど、なんかそういう感じなのかなって。まあ、でも家臣がねそう感じてたなら、こう加賀くんちょっと半沢直樹みたいな雰囲気あんのかもよ。うん、ここで土下座をしろとそう言ってるんですか。絶対見てたな。名シーンじゃねえか。うん、一番有名なとこだぞ。いや、そんなことは言ってないよ俺は。よかった。いや、こっちもなんか変な勘違いされなくてよかったよ。うん、ただ僕が笑顔になったのはもちろんなんですが、その場がいい感じになったというか、軍議も進みましたし、それで思ったんです。動物っていいなって。うん、でもさ、猿ってさ、こう頭いいじゃん、賢いからさ、こうなんかこうバカにされたりとか大変なんじゃないの。あ、バカにされるとあのなかなか言うことを聞かないですね。家臣の中にもずっと見下されてるやつもいます。いや、それは困りますよね。しつけっていう意味では確かに難しいかもしれませんね。なかなか相談できる人もいなくて。あら、でも猿飼ってる部署何人かいたよね。うん、そうなんですか。うん、だからさ、何かあったらさ、そういう人に相談したらいいよ。そうですね。ただ
ただ、何ですか？猿相手だと腹割って話せるんですけど、対人間だとちょっと苦手で、それが初対面だとなおさらですし、もし戦してる最中とかだったらさらになおさらです。そんな特殊なシチュエーションあります？戦してる敵方も猿飼ってるって。まあでもさ、こう同じ趣味が高じてさ、こう無駄な戦いが終わるかもしれないよ。ああ、公園でワンちゃん飼ってる同士が仲良くなっちゃう感じだ。そういうもんですか？そういうもんだよ。そういう壁を乗り越えるきっかけを与えてくれるのが動物のすごいところだと思うよ俺。あ、俺そういや猿飼ってた。急に何？猿飼ってたんすか？いるわ。飼ってたよ。本当に？うん。凶暴山大猿なんだけどさ、こう家臣投げつけて遊んでたよ。めちゃくちゃやってんな。それ面白いですよね。いや、あんたもやってんかい。そうそう、何やってんだよ。いやでもさ、うちの参謀の立花道雪ってやつがさ、めっちゃ怒ってさ、猿消しかけてさ、こう消しかけたらさ、こう鉄線で頭バーンって出てぶん殴ってぶっ殺した。ちょっとひどい。いや、消しかける方がひどいですよ。めちゃくちゃ。人をもてあそべば徳を失い、物をもてあそべば志を失うっつって、まあ、説教されたね。ていうかその話、ペット大好き武将の会でしちゃいけないやつですよ。ペット大好き武将の大友宗麟さん、太田祐政さん、上杉景勝さんも次回がラスト。飼ってみたいペットの話題で盛り上がります。お楽しみに。この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方をお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお頼み申したぞ。バイバイ。